ほい、こんにちは、こんばんは、さくやです。プロリーグの新セット、来ました。ということで、はい、今回はね、左下に映ってると思いますけど、カピタオ、カプカン、リージョン、エコー、こちらの4体のプロリーグセットを購入したので、早速ね、全迷彩、そしてヘッドギア、ユニフォームなどを紹介していこうと思います。それでは早速、カピタオから見ていきましょう。はい。では、まず一人目ですね。カピタオということで、カピタオの銃がこちら、パラ308。まあ、結構、まあ、いつも通りの白と灰色と金のこの三色展開ということで、まあ、もうこのあたりはね、当分変わんないみたいですね。とりあえず、なんか、この迷彩の系列最初出たのって確か、アッシュとかテルミットとかの、まあ、白は入ってなかったけど、このなんかね、灰色のやつと金色の点色、色合いだったのが、まあ、白入ってっていうのが、まあ、だいぶ続いてるみたいですけど、これいつ頃変わるのかな？もうそろそろ一周するというか、まあ、エラーとかも出たし、他のオペレーターとかももう出てるんで、まあ、カベイラとかも込み込みで全部出てきてるんで、まあ、そろそろ違うね迷彩が出てくるんじゃないかなという頃合いなんですけど、まあ、今回はね、まあ、締めということで、カピタオちゃんということですね。はい、まあ、パラ308に関しては、まあ、カピタオの一番のメインウェポンなんで嬉しいところじゃないかなというふうに思います。まあ、この銃の迷彩としては、まあ、白合いがだいぶ多い、白の部分が多いということで、まあ、そのあたりがね、非常に、まあ、白いチャームでも合うし、かつね、こちらに若干映ってるカピタオのチャームなんかの金色のものも合うということで、非常に使いやすい迷彩になってるんじゃないかなというふうに思います。まあ、個人的には後ろのストックがね金色っていうのもかなりポイントが高いんじゃないかなというふうに、はい、思います。ということで、次のね、まあ、カピタオのヘッドギアの方を見ていきましょう。はい、カピタオのヘッドギアはこちら、ローマカタリストということで、まあ、ラッドウィンプスの新曲の名前に似てるような、ヘッドギアになってるんですけど、はい、まあ、白ベレー来ましたね。かっこいい、なんか R6S の6のマークの金色のロゴも入ってて、非常にかっこいい組み合わせになってると思います。やっぱね、ベレー帽って基本的にこう白とか赤とかね、めっちゃかっこいい感じのイメージがあるんですけど、ただね、ちょっと白って膨張色なんか大きく見える色なんで、正直ね、ヘッドショット抜かれやすくなるっていうのがちょっと怖いかなとは思うんで、個人的には色合いは好きなんですけど、ヘッドギアとして使うかはちょっと怖いかなっていうのがありますね。スモークとかもヘッドギア白とかあるじゃないですか。あれのね、白とかマジで目立つんですよね。なんでちょっとかっこいいけど、これに関しては元のものに戻すかもしれないです。ただね、まあかっこよさはあるんで、まあ眼帯の色なんかがね、あのプロリーグのあの灰色の部分のところになってるのも非常にかっこいいんじゃないかなというふうに、はい、思います。次はじゃあ、ユニフォーム見ていきましょう。はい、ユニフォームはこんな感じ。スペースエイジというもので、まあなんかこちらに関してはいいですね。はい、黒点色、黒色とそして金色が入ってる。で、白がまあ若干ね、少なめではありますけど入ってるということで、非常にまあ落ち着きのある色合いになってるというふうに思います。やっぱね、この組み合わせが一番豪華感あっていいですね。あの黒と金、まあ、黒っていうか黒じゃないけど、まあこの元のユニフォームの色合いに金っていう、この組み合わせが一番ね落ち着いてて、かつかっこよさっていうのもあるんで、非常にねいい組み合わせだなというふうに思います。まあ、ところどころね、金具の部分が金色だっていうのも非常に高級感があっていいんじゃないかなと思いました。ということで、カピタオは終わりということで、次はじゃあカプカン。はい、お次はカプカンの銃ということで、ちょっと読み方がいつもわかんない、この、まあ、サブマシンガンという感じのやつですね。はい。これに関しては、まあ、灰色が今回かなり多めの色合いですね。珍しいというか、なんというか。なんかね、この迷彩の、だから、白、金、あとは、灰色のこの組み合わせのやつって、だいたいいつもね、白がめちゃくちゃ多いんですよね。なんですけど、今回はこれはめちゃくちゃなんか白はそんなに多くなくて、灰色の割合が大きい。ただ、金が少ないのかな？なんか、ちょっと高級感というかね、若干金色の部分が少ないんで、とかの、まあ悪くはないけど、個人的にはもうちょっと金の割合増やしてよかったんじゃないかなというふうに、はい、思います。まあこれはでもね、落ち着きがあっていい迷彩という感じなんで、多分ね、6度チャームのあの灰色のシンプルなチャームなんかが似合うんじゃないかなというふうに思います。じゃあ次はちょっとヘッドギアカプカン見ていきましょうか。はい、カプカンのヘッドギアなんですけど、サムライ 2.0 ということで、こいつ誰だよっていうね、もう完全に不審者ですよね、この人。ちょっとね、最初分かんなくて、なんかその、海外のとこの、あの R6S のツイッターアカウント見てたり、なんか画像だけ上がってたんですけど、誰だこいつと思って。他の3キャラは分かったんですけど、こいつだけ誰だろうってなったんですけど、まあよく見たらカプカンのね、あのシャベルみたいなの持ってたんで、あ、カプカンなんだなと思ったんですけど、まあなんか、
不審者ですよね。はい、ということで、まあこんな感じのヘッドギアになってるんですけど、まあ侍要素がどこにあるかはちょっと置いといて、はい、わかんないですけど、まあなんかなんていうか剣道の、なんていうの、甲冑着っていうんですかね。ああいう感じを意識してるのかな、なんかだから侍がついてるのかわかんないですけど、はい、まあこんなヘッドギアになってます。ユニフォーム見ていきましょう。はい、こちらがカプカンのユニフォームで、スペースエイジ。まあこちら変わらずというね、名前は変わらないというところなんですけど、いや、これかっこいいっすね。金色の割合がめちゃくちゃ多いイメージがあります。過去の中でも特に金色多くないですか？ていうかなんか、すっごい腕の部分とかもなんかね、テカリがあってめちゃくちゃかっこいいな、今回のこのユニフォームは。なんかね、ユニフォームに関しても当たり外れ結構あると思うんですけど、これは当たりですね。金色の割合がめちゃくちゃ多いのもなんか高級感が本当に増してるというか、やっぱさっきのカピタオとか思い返してみても、カピタオよりも金のね、割合大きかったりするんで、だいぶ、うん、いい。ユニフォームじゃないですかね。次はじゃあリージョン、はい、野獣先輩見ていきましょう。はい、こちらはねリージョンの銃ということで T5SMG、 はい、これはいいっすね。なんかおしゃれ、もうなんか本当にいい当たりだなと思いますね。今回の中でも特に当たりの迷彩じゃないでしょうか。まあね、灰色の部分が入ってはいるんですけど、なんていうのかな、このストックの、ちょっと伝わるかな、ストックマガジンの上のとこの白のとこと、サイトのところの下の部分にある白のところが、なんかこういう風に分かれてる感じが、ツートンカラーっぽくて非常にね、かっこいい色合いになってるんじゃないかなという風に思います。あとね、なんか金色の割合は確かにカプカンと似てて、ちょっと少なめではあるんですけど、そういう細かいところに、このなんかツートンカラーの合間合間に金色が入ってるんで、非常におしゃれな感じがして、個人的にはね、だいぶいい迷彩じゃないかなという風に思います。じゃあ次ね、ヘッドギアの方見ていきましょう。はい、こちらね、リージョンのヘッドギアということで、シアナイドラッシュということで、なんかよくわかんないヘッドギアになってるんですけど、まあ、ちょっと反応に困っちゃうようなヘッドギアになってますけど、まあなんか、イタリアの国旗も入ってるんですね。今気づきましたけど。こんな感じになってるんですね。せっかくだったらね、この爪楊枝なんかすごい金色のもの加えてほしかったですよね。はい、じゃあ次ユニフォーム見ていきましょう。はい、こちら次はね、ユニフォームということで、スペースエイジ。はい、まあこれもなんか、まあ普通っすね、リージョン。まあ、カプカンに比べたら金の割合とかは少なかったりするんですけど、まあなんかちょっと元のね、短パン小僧みたいな、ね、格好から、まあちょっと色合いが非常におしゃれになったんで、まあちょっと大人っぽさが出たんじゃないかなというふうに思います。元のユニフォームのね、リージョンのユニフォームって結構なんか、色合いがちょっと子供っぽいとか地味な色合いだったんで、ちょっと、なんか、カジュアルすぎるとこあったと思うんですけど、まあなんか非常にお金持ちになったリージョンみたいな、はい、もう、成金リージョンみたいになった感じになりますね。それでは最後、新シーズンで大活躍しているキャラ見ていきましょうか。はい、最後は、我らが日本、マサルということで、はい、エコーのね、装備見ていくんですけど、これやばいっすね。MP5SD、気合入ってるのが一発目でわかりますね。まあ、灰色色が多めなんですけど、その代わり金がね、この先っちょのところにも集中してるということで、非常に高級感のあるね、迷彩の色合いになってると思います。まあ、ところどころそれ以外の金具の部分にも金色が使われてるということでね、ほんと落ち着きがあるけど、しっかりね、プロリーグ迷彩らしいところはね、本当に強調されてるということで、だいぶいい迷彩になってるという風に思います。今回ちょっと僕 T5 リージョンの迷彩が一番かっこよかったかなと思ったんですけど、これもいいっすね。これはね、純粋にいい迷彩だなと思います。じゃあ最後ね、ヘッドギアとユニフォームの方見ていきましょう。はい、こちらエコーユニフォームじゃなくてヘッドギアなんですけど、地味地味ですね。なんか、なんか、頭皮が見えてるけど、なんかすごい、こんなんでしたっけ？エコーって。まあ、なんかすごい格好になってますけど、まあ、マスクが地味だけど、まあ、その縁の部分というかが金色になってるくらいで、特に他は言うことないですかね。まあ、後ろにイタリアの国旗と、なんか下には日本の国旗入ってますけど、どっちの国なんだみたいな感じしますけどね。あと、まあ、ヘッドセットかなが6のマークついて、まあ、このあたりはいつも通りのプロリーグセットって感じで、まあ、普通な感じですね。はい、じゃあユニフォーム見ていきましょう。はい、最後こちらスペースエイジエコーのねユニフォームなんですけど、はい、まあなんか黒色多いですね。そして白色が少ないっていう感じの色合いじゃないでしょうか。まあなんかね、左のとこに愛知県警って入ってあるのは変わらずという感じで、まあそこは白なのはいいかなと思うんですけど、まああと下のパンツのところがなんかね、この左にラインが入ってるのがアディタスっぽさが出てて非常にかっこいいんじゃないかなというふうに、はい、思います。
まあ、それくらいかな。金色の割合も別に多いわけでもなく少ないわけでもなくっていう感じで、基本的にはまあ黒色がメインのところ、まあやっぱ忍者なんでね、あの外国の方が多分想像してるエコーってやっぱ忍者の姿であるべきだと思ってるんで、基本的にはそういうところのなんか感じとかも入れたいし、だけど灰色で忍者っぽさも残したいっていう感じでこういう組み合わせになったんじゃないかなというふうに思います。まあこれは使いやすそうでいいですね。あのちょっと前に出た赤いやつよりかは絶対にバレづらいと思うんで、いい迷彩だとはい思います。はい、ということで今回はねプロリーグセットをまあ4キャラ紹介したんですけど、いかがだったでしょうか。あのまあね、今回に関しては正直メインのなんか例えば可愛い女の子がいるとかそういう感じではないんで、なんか過去のねプロリーグセットの中でもちょっと地味なものだったのかなというふうに思うんですけど、まあやっぱね今話題になってるエコーだったり、基本的に無難に使える、リージョンみたいなそういうところのプロリーグセットもあったりするんで、まあ幅広くね使いたいっていう人はいいんじゃないかなというふうに思いました。ということで今回の動画そろそろおしまいです。まあこんな感じでエリートセットだったりプロリーグセット出た時はね、すぐレビューするのでぜひね、参考にしてもらいたいです。それではチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価をポチッと押してくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。他にもおすすめ動画最新動画もぜひチェックしてってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。